アブデュルレシュト・イブラヒム。アブデュルレシュト・イブラヒム。シベリア、タタール語。1857年4月23日、オムスク州1944年8月17日は、帝政ロシア出身のタタール人、ウラマー、ジャーナリスト、旅行家。明治末期に日本を訪問したことや、東京モスクの初代イマームを務めたことでも知られる。アブデュルレシュト・イブラヒムは、 シベリアのトボリスク県タラ軍にて、ブハラ系タタール人のウラマーの家に生まれた。火山のマドラサで学んだ後、帝政ロシアにおけるイスラム教育に絶望して1879年8月にメッカ、メディナに留学し、その後オスマン帝国の首都イスタンブールに渡った。1885年にロシアに帰国し、故郷のタラ軍でマドラサの教師を務めた。 1892年には、その学識を買われて、オレンブルクムスリム州務局のカーディ職、イスラム法の裁判官に任命されたが、1894年には、ロシア政府による、抑圧的なタイムスリム政策に反発し、州務局の保守的な風潮を批判して、カーディ職を辞任した。その後、オスマン帝国のイスタンブールに移住し、ロシア帝政を批判する。 論説活動を展開した。日露戦争や1905年のロシア第一革命によりロシア政府が弱体化したのを機にイブラヒムはロシアに戻りムスリム民族運動のために首都ペテルブルクにてタタール五市ウルフェトの観光を行いロシアのムスリム住民の政治参加の必要性を訴えたまたアリー・メルダントプチュバシュやイスマイル・ガスプリンスキーラと共に ロシアムスリム連盟の設立の際にも中心的役割を果たした。しかし、1906年にストルイピン政権がヒロシア人の政治活動への取り締まりを強めると、イブラヒムも国外への脱出を余儀なくされるようになる。1907年末にイブラヒムは中央アジアのブハラ、サマルカンド、セミレチエを旅行し、さらに1908年から1910年にかけて、 シベリア、モンゴル、満州、日本、韓国、中国、シンガポール、インドネシア、インド、ヒジャーズをめぐる大旅行を行った。この旅行の内容は、イスタンブールや火山の雑誌にも掲載されたほか、イブラヒムの著作、イスラーム世界、一巻、1910年観光、二巻、1913年観光、にて紹介された。中でも、 約半年間滞在した日本での見聞は特に詳細に記述されており、日本に対して一貫して肯定的な評価を与えた。これはその後のイスラーム世界での日本観に大きな影響を与えたと言われる。イブラヒムはこの旅行の後、終着地のイスタンブールに活動の拠点を移した。第二次立憲世紀のオスマン帝国で、イブラヒムはスラトミウスタキムなどの雑誌に 反イスラーム主義的な論を投稿し、同志主質のメフメトアーキフやサイードヌールスイーラと信仰を持った。1912年にはオスマン国籍を取得し、イタリア・トルコ戦争やバルカン戦争にも従軍。第一次世界大戦中にはヨーロッパにて反ロシア宣伝活動に従事し、ベルリンではドイツ軍の捕虜となったロシア兵の中からムスリムを募集して、 アジア大隊を編成する任務に当たった。イブラヒムが組織したアジア大隊は、オスマン帝国に派遣され、メソポタミア戦線にて、イギリス軍と戦った。1917年のロシア革命により、ロシアで帝政が打倒されると、イブラヒムはロシアへ帰国した。当初イブラヒムは、ソビエト政権との連携を図ったが、後に、これを諦め、トルコの今夜に移った。 共和聖火のトルコでは礼遇されたが、1933年に日本から招兵を受けて、再び日本を訪れた。日本では東京ジャーミーの初代イマームを務めるなど、イスラームの普及に尽力した。1944年8月17日に東京にて死去。その死は日本のラジオでも放送された。イブラヒムの墓は、現在でも多摩霊園の外国人墓地にある。 アブデュルレシュとイブラヒムは、その生涯で二度来日し、日本におけるイスラームの普及に大きな役割を果たした。一度目の来日は、1908年に始まる大旅行の途中で日本に立ち寄った際である。イブラヒムは、1909年2月から6月まで日本に滞在し、伊藤博文、大熊重信、松浦敦志ら洋人と会見しただけでなく、 学校や文化団体などで講演を行い、イスラームの紹介、ムスリムと日本人の関係強化を訴えた。各地で行った講演の内容は放置新聞などの媒体で報じられた。日本のアジア進出を目指すアジア主義者の活動からは、ロシアからの政治亡命者であるイブラヒムに関心を持ち、イブラヒムもまた自身の目的である反イスラーム主義の宣伝や、 反ロシア帝政運動に利用するために、日本の右翼、陸軍関係者に接近しようとした。イブラヒムは、日本滞在中に、東山光、内田良平ら、アジア主義団体国流会関係者と接触。1909年に、東亜道文化会会員で初めてイスラムに改修した、日本人と呼ばれる、大原武義陸軍中佐を会長に、 アジア主義団体アジア議会が設立された際には、犬飼いたけし、東山光、河野広中、中野つね太郎らと共に設立発起人に名を連ねた。また、イブラヒムは、ムハンマドバラカトゥラーラ、在日インド系ムスリムと共に、東京に、モスクの建設を計画した。アジア議会の中野らから建設用地の提供申し入れを受けるなど支援を受けた。結局モスクの建設計画は、 立ち消えとなった、その後モスクは1938年に別の場所に建設された。一方、陸軍幹部の福島康政は、イスラーム世界の情報収集のため、部下で陸軍でロシア語通訳官を務めていた山岡幸太郎をメッカに派遣することを決定し、イブラヒムにも協力を求めた。山岡はイスラームに改修し、離日したイブラヒムを追って、メッカに向かった。 イブラヒムはボンベイで山岡と合流し、共にメッカへの巡礼を行った。山岡は日本人で最初のメッカ巡礼者となった。イブラヒムは1933年に再訪日し、イスラームの普及活動に尽力した。1938年に日本政府の援助で東京代々木に東京海峡学院。 東京ジャーミーの前身が設立されると、イブラヒムは学院併設モスクの最初のイマームとなった。イブラヒムは東京で発行されていたタタール語の雑誌、新日本通報にイスラーム世界と日本との連携を歌う論説を投稿するなど、晩年も盛んに文筆活動を行った。同じくタタール人亡命者であるムーサー・ビギエフと共に、 伊ずつとしひこの個人教授を行ったことでも知られる。イブラヒムチョ、ジャポンや、イスラム系ロシア人の見た、明治日本、小松香織、小松久親区によると、日本到着後鶴ヶから汽車で移動中バラバラに預けた、荷物が一つも紛失せずに手元に戻ったとに驚き、日本国民の信頼性を高く評価、案内をしてくれた労働者階級の青年の面倒見の良さ。 社中の人々の紳士的な態度にも感激し、非常に良い第一印象を持った。横浜では、人々のせっかちさに驚き、小銭の釣り銭をわざわざ追いかけて渡してくれた店員や、両替をしてくれた本屋などのエピソードを挙げて、その誠実さを評価し、日本人の勤勉、誠実、清潔な国民性といった特質は、イスラムの教えと合致していると述べている。 イブラヒムの名前は、1917年のロシア革命によるソビエト政権の成立、オスマン帝国の滅亡と、トルコ共和国の成立、大日本帝国の滅亡といった時代の変化により、長く忘れられていたが、ソ連末期のペレストロイカ時代に再評価の動きがあり、大旅行期の現代トルコ語版が1987年に刊行されたのをはじめ、ソ連の解体によりタタール人など、 旧ソ連領内のトルコ系諸民族への関心が、コーマと共に、日付関係や日本近代史への関心も高まり、ビブラヒムに関する研究が急速に進展した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。